こんにちは、前田和尚です。また、ゆいまさんの10人のいるお弟子さんの2番目のお弟子さんの話をします。それは、木蓮さんという方ですね。木蓮尊者という呼び名でも知られておりますけれども、皆さんは知ってますでしょうか。どんな人って言ったら、神通第一。神通力があると。こういうことですね。まあ、神通の話はまた後々にするとしても、何でもお見通しです。まあ、そんな人がね、いたんですね。で、木蓮さんが神通があるんで、その神通を持ちつつ説法をしていると、ゆいまさんが出てくると。こういうことですね。で、ゆいまさんが来て、木蓮さんよ、神通があるからって言ってね、間違って話しちゃダメだよ、と。で、ゆいまさんは、説法っていうのはこういうふうにしないといけないんですよ。それは、あなたこそが、聖者の道みたいなことを話すするのは間違ってるんですよ。だから説法っていうのは見えないところの話ばっかりとか素晴らしい俗から離れすぎたところの話ばっかりをするとこれはありのままの姿じゃないので仏法をお説教するというのは間違いなんですよ。だから本来はありのままの姿をお話ししてあげてそして命というのは全て変化する。あるいは命じゃなくても水も空気も人の気持ちも変化し続けるから不変なんです。実体はないんです。全部関係性があって成立しているんだというそんな話。そして存在は集合体であるということなどなどをその人その人の立場に立ってそのことそのことを物事の立場に立って考えていくことこそがお釈迦様の教え仏教というのですよと。ちょっとね私もゆいまさんが出てきたら大丈夫かなと思います。本当に説法してるの？正しい説法ですか？って言われたらドキッとしますね。仏教は人間と自然の世界を区別しないっていう教えが基本にあって仏教は自然と共に共生しながら生きましょうとかあるいは感じながら行きましょうとかいうことなんでしょう。なぜならば人間中心の考え方は仏教じゃないんだと。仏教じゃないというよりも人間中心主義の考え方だと自分以外の世界との共生をしない調和をしないいろんなことを整えるということをしないでいると、まあ、人間を超えたものを中心に考える仏教とは違うんだと。人間だけの教えというのは仏教じゃないということを知ってほしいんです。仏教だと自分たちのこと、あるいは亡くなった人のことだけが仏教のように聞こえるんですけども、いや、そうじゃないんです。自分というのを中心に置かないものの見方、感じ方、考え方、思考をする。そして知識もそのようにして持つということが大事なことなんですが、そういう特に知識なんかに執着すると、汚れを、要するに執着を持ちすぎると、まあ、汚れっていうか、汚れたことに執着するので、悟りの世界には遠くなってしまうと。だからこういうことを忘れるなよと。忘れないでお話ししなさいよと。執着を離れ自分というものに不滅の実体がないだけでなく、全部の存在には不滅の実体がないということを体得すれば、自分への役割を実行して生き抜き死に切ることができるのです。まあ仏教では必ず生きるって言ったら死ぬっていうの必ずつくんですね。これは二つじゃないから、不二の法門ですから、二つじゃないよ、一つだよということなんですね。だから、否定したり肯定したりしながらも、生き死には一つと。善悪も一つと。そんな考え方を説いておくのが、仏教であって、仏教の教えそのものが、ゆいまさんの教えでもあるんだということですね。仏法には前祭も後祭もない。祭という字は国際の祭という字ですよ。過去も未来も区切りのない今だけですよ。そういうことですね。なので、こう聞くとか聞かないとか得るとかっていうのはないんですね。だから、こう聞くとか得るとかっていうのはないっていう。仏法を得ることがない。仏教を得ることもないっていうのは悟る。ということもないのかなということです。法を聞くと、教えを聞くと、まあ分かったってこうなるんですね。分かったつもりになっちゃうんですね。だから、ゆいまが
警鐘を鳴らすんです。いやいや違うぞと、そこのところ違いますよと。じゃあどういうふうに警鐘を鳴らして、どういうことを教えたのかって言ったら、何度も同じことを言うようですが、道元さんがこんなことを教えていますね。大事な言葉が耳を通り過ぎる。聞くときは体中を命にして聞けと。なかなかうんちくのある言葉ですね。大事な言葉、いろんな大事な言葉がありますけども、その辺に落ちてる例えならば、毎日家庭の中でお母さんが早く食べて、早く靴履いて、早くトイレ行ってきて、早く何々してって、早く早く早くって、これって大事なのか大事じゃないのか別としても、もしもこれが大事なことであれば、いつも皆さん耳通り過ぎてません？どうしてここで急がなきゃならないのとかっていうふうに大人になったら聞き返すことが大事だよと言ってるんですよ、私は。でも子供の時にお母さんが早く早くって言うと、あんまり成績のいい子には育たないとかって聞いたことありますけども、皆さんはそんなことはないと思いますけれども、だから何でも人の話を聞いたり、親の話を聞いたり、勉強話を聞くときは集中しろと。その集中のイメージとして命がけでね、一生懸命聞きなさいと。こういうことが、聞くときは体中を命にして聞けと、こういう方便を言ってるんだと思います。なぜならば、この見教えという自然と人間との関係の中の仏法とは、真理とは形がないからです。無常の世界ですから、形がないんです。だから説法する人も説く人も、説くこともできない、示すこともできないのが仏法なんですね。なんか頭がこんがらがりますね、ここまで来ると。だから聞くものも同じで、聞くこともできないし、得ることもできないのが本当の説法だよと。じゃあ最初から聞かなかった方がいいのかなというか、ちょっとがっかり感もあるかもしれませんけども、そういう意味で言ったのではありません。これが本当の空という世界ですよということを話したいがために、長々と話したわけですね。だから空をリアルに体感、実感、体得できるわけではないんですね。ありのままを歪めてしまわないように、ありのままのことを説くことができないということをしっかり理解した上で、ね、真実実相はずっと諸行無常でちゃんと揺らぎがあるので、そういうことだということを理解した上で説法していけば、多少はこうすべき、こうありたい、こう思いたいということを捨て去ることもできるでしょう。だからこだわることもないでしょうと。こだわりのないっていうのは空になっていく一段階になるでしょうと。こういうことですね。だから確固として認識してこそ、法を説くことが、資格ができるんだというふうに、ゆいまさんは木蓮さんという修行僧に説法してるんですね。びっくりしちゃいますよね。木蓮さん神通第一ですから、何でもお見通しですから、分かってるはずなんだけども、心の中の、まあそういうことはもうノイズなんでしょうね、きっとね、人間のね。それさえも指摘して教えていくのがゆいまさんでした。でも修行僧ではない、この辺がやっぱり普通の経典に出てくる人物とは違うなと思っています。だからこれから10人の話がどんどん出てくるんですけども、この10人の話がそれぞれの得意分野があって、我々の生活の中にあるような方便をきっちっとこれから続けて、木蓮さんの次も出てきます。今度は大歌唱という人の話なんですが、続いてきますので、今日は木蓮さんのお話で終わりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。